PM10 のサロン喫茶シュビTY1963 ムーン、あ、違いますね、 KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティのシュビルカワシュビザブローことシュビです。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私シュビの何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。2024年1月6日、皆様ちょっと出遅れたところもありますね。結構出遅れてるかな。もうお正月も過ぎて、お仕事始めをされてる方ばかりですかね、いかがお過ごしでしょうか。2024年になりましたね。なっちゃったね。なんかなった気がしないと、毎年感じるのは、毎年ちょっとずつ、あれ新年迎えたんだっけなみたいな、なんかそんな新鮮な気持ちがなくなってしまったのは、年齢のせいなのでしょうか。それでも新しい年を迎えたという、そして今年は久々にジョーソンとキャッスルとシュビ3人で、年越しカウントダウンライブをすることができました。ライブ配信を見ていただいた方、そしてアーカイブを見ていただいた方、ありがとうございます。本当に、去年はできなくて、もうそれぞれ3人が家で久しぶりに年を越したという、またそれも面白くて、改めて自分の家で年を越すというのも新鮮で、それもそれで良かったんですけど、やっぱりこの年末は、3人で集まらないとなという、今年はそれができて本当に良かったです。はい、2024年本年も PM10 のサロン喫茶シュビをよろしくお願いいたします。おせち食べましたね。お姉ちゃんが送ってくれたおせち、結構ね本当にボリューミーで美味しかったです。ありがとうございます。お餅も食べました。だいたい最近は、何ですか、豚汁ですかね、豚汁の中にお餅を入れるという、そのスタイルでこのシュビ家はやっております。皆さんはどんなスタイルのお餅を食べたのでしょうか。きな粉とかね、普通にお餅だけで納豆とか醤油焼いてお餅を食べたり、そんなお正月もいいですね。あまりお餅を食べないので、正月ぐらいかな、お餅を食べるって言ったら。年越しカウントダウンの後初詣に行きました。城南宮さんに、伏見ですね、ジョーソンとキャッスルと、カラオケ終えた後に毎年恒例、そうですね、初詣も城南宮さんが最近は主流になってきております。ありがとうございます。
そこでおみくじも引きました。今年のおみくじ、私は大大吉でした。そんな単位があるのかと初めて聞いたような大大吉ってあるんだなって。まあもう書いてあることは良かったですね。全部それはよかよいいですよね。財布に入れてあります。何かな、なんて書いてあったかな、忘れたけど、ジョーソンは吉で、キャッスルは中吉だったかな。みんな今日とかなんか悪いやつはなかったよね、気がします。うん、なかったですね。またそれぞれ3人今年も無事にね、平和に安全に健康第一で生きていけたらいいなと思います。今年は2024年は我が PMG のサロン喫茶の GM でもありますアーサーメントスとの動画を上げていきたいなと思います。すいません、噛みました。メントスとまた新しい動画をね、撮っていきたいなと。去年は、まあなんて言ったって海に行けなかったですから、今年は海動画を上げますよ。海に行きますよ。そして、果たせていないところがあります。まだ。今まで、海、そして山を制覇したわけです。海、陸を制覇した。ただ一つ、まだ制覇していないエリアがありまして、空、空なんですよね。陸、海、空。この空を今年は、ぜひ、達成したいなと思います。なんかこの、別に変な目標で、ただただこの陸海空を二人で制覇をしてみたいというその思いが始まってからもう3年ぐらい経ったんかな。4年ぐらい経ってるかな。その空は、スカイダイビングが本当はしたいんですけど、ちょっとその場所とかもあまり見当たらない、近くにないっていうのもあるので、スカイダイビングではなくて、なんて言うんでしたっけ、クライマー、なんでしたっけ、ちょっと待ってね、空の、あれですよ、一緒に空飛ぶやつ、パラシュート、パラグライダーですね。パラグライダーは結構関西、地区にあるので、そして以前、このサロン喫茶のイラストも描いていただいたこともあります、アウさんからの紹介でも京都にパラグライダー専門の、ところがあったりするので、すいませんね、今ちょっと見ながら、スカイダイビングではなくてパラグライダーで今年は空を制覇してやろうかなと思っています。皆さんも今年の目標などありますか？なかなかその私生活というところで目標を立てるのは嫌いなので、まあ目標を立てろっていう話ですね。計画性がないという、逆に言ってしまえばそういうことになります。計画性がない守備を今年もよろしくお願いいたしまするね。それではここで今年一発目のコーナーに参りたいと思います。守備で語る危機的存在。
はい、こちらのコーナーでは皆様の日常であった怖い体験や危なかったエピソードを紹介していきます。今年一発目の危機的メッセージ、まだもちろん届いておりません。今週も守備の危機的を紹介していきます。すいません、今年一発目と言っておきながら本当は、最後2023年ラストの放送で言おうとしていた、紹介しようとしていた危機的だったんですが、それを紹介しようと思います。2023年をひっくるめてまとめて何が一番危機的状況だったかという、まあ、2023ベスト1の危機的を2024年の一発目に紹介をしてしまいます。はい、では早速2023年一番やばかった危機的は、撮影中に脱臼をしたことです。今まで肩の脱臼、両肩脱臼を経験しておりまして、そのいつ外れるか、どんなタイミングで危ないことをしないで生活をするという、そんなリスクを、危険を抱えながら、日々生きているのですが、やっぱりそう思っていても忘れる瞬間があるんですよね。ちょっと違うことに集中していると激しい動きをした瞬間にあっとなる瞬間が、まさにその時がこのある映像の撮影中に人を殴るという、そんな、アクションがあったんですけど、まあ、右腕を後ろに引っ張って、ぐっと引っ張って、相手を殴るような、そんな動きですね。まさかその動きの中で、危なくはないだろうと思ってたんですけど、忘れていました。ぐっと後ろに引っ張った瞬間に、ガクッと、右肩脱臼をしてしまいまして、そこでちょっと うずくまって、周りの方々にご迷惑をご心配をおかけしてしまったという、その脱臼という、なんとも惨めで無様な姿をその2023年、それが一番の危機的でしたね。まあ危機で終わってよかったですけど、危機ではないかな、もう外れてるしね。まあ近くの接骨院に一緒にスタッフさんと行ってもらって、直してもらったんですけど、普段は普通に自分で直せるんですね。それをやってしまったらいけないんですが、自分でまあどうしても病院に行くのが面倒なので、病院で入れてもらうと本当に痛いので、しかしその時はそれもできず、結局、接骨院の先生に入れてもらいました。そんなことがありましたね、2023年。そんなことがないように今年は今以上気をつけていきたいと、生きていきたいと思います。はい、そんな2024年一発目の危機的紹介でした。皆様の日常であった怖い体験や危なかったエピソードを教えてください。ラジオネームを添えてメールまたは Twitter メッセージ、YouTube コメント、YouTube コミュニティ投稿でお待ちしております。メールの送り先は subi10@gmail.com、subi10@gmail.com、subi10@gmail.com です。TY
1963 6分 SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロンキスタッシュ、あ、間違えた、 KM1963 タートルヒルですね、お送りしてきました PM10 のサロンキスタッシュ日、そろそろエンディングのお時間です。はい、去年はある YouTuber の方々に、ある YouTube チャンネルに、本当に元気をもらってお世話になりました、そして今年も年越し、年明けから、そのチャンネルの2人かな、もう2人って言おうかな、2人に本当に元気をもらって、また今年もいい年になりそうです。ありがとうございます。これからも応援しています。はい、今年2月でサロン喫茶7年目に入るということで、今年も変わらずラジオ放送、そして、最近はカラオケ動画などを上げておりますが、またそちらの音楽の方もドラムの方も、そして旅とか旅行とかいろんな動画を上げていきたいなと思います。今年も本年もよろしくお願いいたします。はい、 PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談、雑談など普通のお便り、スピスピメッセージをお持ちしております。お待ちしております。そして危機的メッセージもお待ちしております。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は守備がお送りしました。バイビッシュ。